さあ今週も始まりました格ゲー喫茶ハメジュン。はい、これマスターちょっとちゃんと見えてますよ僕たち。大丈夫ですか？見えてますよ。見えてます。あ、オッケー。こっちか。見えてます。はい。ということでですね、本日は久しぶりに、リモート収録でお届けしていきます。まあそんな話をしているうちにもう今日のお客様そろそろいらっしゃると伺っております。ほ、リモートでもいきなり誰なんでしょう。気になりますね。お二人聞こえますか？聞こえます。はい、どうも。ということで今夜のお客様は灰谷選手と桃地選手のお二人です。攻撃的なプレースタイルで見る者を魅了する灰谷選手。17歳で闘技優勝を果たすなど数々の大会で活躍してきました。国内屈指の実力者桃地選手。数々の世界大会を制してきたトッププレイヤーでありながら株式会社シノミズムの代表も務めています。まずはこの2人でね、今回ご来店いただくのは初めてということで関係性を伺っていきたいんですけれども、灰谷はもともと活躍してる、自分が全然有名になる前からもう闘撃っていう大会を、全国大会を優勝してるプレイヤーっていう印象だったんですけど、まあいわゆるサードっていうゲームをやってて、まあ入ってもそのゲームやってたんですけど、あ、なんかこいつ俺のゲームに乗り込んできたなみたいな、なんかちょっとライバル心をちょっと持ってるっていうのがもう一番最初です。対する灰谷選手はいかがでしたか？はい、僕大阪で、桃地さん名古屋で、京都にアチョウっていうゲームセンターがあって、そこで月に1回、まあ、サードの大会があって、まあ、サードってすごい結構年齢層が高いゲームで明らかに若かったんで、あ、なんかこういう子もいるんだなみたいな感じでちょっと上から言ってますよ、優勝してるから、あ、なんか頑張ってる子がいるみたいだねみたいな。おー、面白い。そのシノビズムゲーミングにね、灰谷選手がこう加入したというのが一つこの2人の関係性を深めたのかなというふうにも思うんですけど、やっぱりすごい灰谷っていうプレイヤーはすごい好き、まあもともとすごい好きで、まあ、何か一緒にやりたいなっていうところはまあもともとあってですね、シノビズムで育成選手っていう形で若手の選手を育成してて、彼らたちをちゃんと見てくれたりとかまとめてくれるっていう枠はすごい大事だなっていうのは思っていて、まあそういったところでも若手をまとめてくれそうだなっていうところがあったんで、それまででも会社を設立したりとかその若手育成に力入れたりとかで、やっぱり何かをこう、そうしようとしてるその気概というか、やっぱそこに結構惹かれましたね。やっぱり一緒に何かやったら面白そうだなっていう感覚がその時にあったんで。それから 3,4 年経ってお二人はお互いのことを今どう思ってるのかっていうのを改めて気になるんですよね。もう自分のところに加入して、まあ、結婚したりとか、まあ、それこそお子さんが生まれたりとかっていうすごい責任は感じますよね。まあ信頼してついてきてくれてる、一緒にやってくれてるんだなっていうのは感じてるんで。もともとは本当にトーナメントプロとしてまあ結婚を出すっていう部分からこのチーム自体が始まったんですけど、まあその CPT のまあ状況といろんな状況がまあ変わりつつある中で、まあ、僕も子供ができてっていう話の時にやっぱりそこでこうすごい柔軟に本当にシノビズムさん側がいろいろ対応してくれたんですよね。それのやっぱことって本当に多分忘れないと思いますし、感謝してますよそういうところは本当に。続いてなんですけども、昨年末に開催された第10回トファンガチャリティーカップの話題です。前回って2019年、はい、優勝したのって誰？はい、私がチーム金で決勝で僕らやられてますから。そうですよね。そしてね、昨年末は我々格ゲー喫茶ハメジュンチームで出たっていう。そうなんですよ。まずは、その模様を VTR で振り返っていきましょう。昨年末に開催された第10回トパンガチャリティーカップ、今回は初のオンライン開催となり 3on3 のチーム戦で争われました。桃地選手、灰谷選手は金デブ選手とともに陽介達也チームで出場。無敗で予選を突破しますが、決勝トーナメントでは優勝候補の一角キャラアイおじさんチームに敗退。我らが格ゲー喫茶ハメジュンの3人も参加、2勝2敗と健闘を見せますが惜しくも予選敗退となりました。参加290チーム余りの頂点に輝いたのは鎌野選手、ジョビン選手、海原選手による鎌野会チーム。大会を通して参加者たちの楽しそうな表情が印象的でした。チーム内でこう通話をつないで
こう試合中とかもこうアドバイスしたりとかこう盛り上げたりみたいなんで、オンラインで自宅でやりながらなんかすごい大会の雰囲気は楽しめて、なんかすごい楽しかったですね。結構そのチームメイト同士の会話とかって本来あんまりその聞けないじゃないですか、見てる人は、うん、なんか俺はこの人いけるとか、なんかこのキャラ苦手とかそういう結構聞けたりとか、配信しながら作戦タイムとかやってたんで、対戦相手が配信見てたら筒抜けだなと思いながらそういうところもなんかちょっとお祭り感あって、まあ、ワイワイできたなっていう、うん、私たち3人も出場しました。結果は2勝2敗でしたね。ちょっと待って、ぶっちゃけ楽しくなかった？めっちゃ楽しかった。かなり楽しかった。本当に楽しかったよね。面白かったですけど、そうボタンですよね、ハイライトは。いや、ショックでしたね。マスター勘弁してよ。ショックでしたね。うちのね、マスターボタン配置ぐちゃぐちゃで参加したんですよ。そう、最悪ですね、それ。いや、ショックでした。でもトパンガチャリティカップってそういうのも含めてお祭りで、コメントでも盛り上がったから、まあ楽しかったなって思いました。楽しかった。楽しかったです、はい。昨年以降なんですけども、やはりコロナウイルスの影響を大きく受ける状況が、続いております。プロゲーマーという点ではやっぱり活動が大きく変化を余儀なくされた、1年だったとも言えると思うんですけれども、2020年こういった活動をしていきたいよねっていうのは、まあ、それこそコロナの情勢の前からもう話していて、まあ、ゲームの大会で結果を残すっていうのはもちろんのこと、まあ、配信力を入れるっていうところになったんですけど、もともとこう力を入れていきたい部分ではあったんで。そしてお二人でね、番組ゆうすけ達也かっこ仮というのをされていらっしゃいますけれども、はい、ちょっと前からお会いしたら聞きたいなと思ってたんですけど、はい、印象に残った回というか取り上げたゲームみたいなのってあったりします？僕なんかあれが好きでしたけどね、はい、やっぱり格闘ゲームスクールで、あーそれは面白いな。自分らでゲーム作ってやるっていうのはなんか一つこうあるじゃないですか、夢としてあるけど。俺の中の最強のキャラクターみたいな。最強キャラクターみたいな。なんか最初1時間ぐらいその作る過程を視聴者に見せるんですけど、すごい地味で作る過程が、これ放送的に大丈夫かなって思いながら1時間2人で作ってたんですけど、最後あの対戦するパートでもうむちゃくちゃなキャラクターがお互いできてて、放送としてはすごいまとまりよく終わって、よかったですね。あ、僕はやっぱザリガニ釣りですかね。ありましたね、ありましたね。配信っていうのって結構もう何やってもいいんじゃないですか。ザリガニ釣りはなんかその最たるものというか、本当に何やってもいいっていう中で、格ゲーのことだったらやっぱり僕らが基本的にはすごい詳しいんで、リスナーの人たちもこうやいやいは言えないじゃないですか。まあうまい、なるほどね。例えば料理なんて本当にそうで、僕らの方が無知なんで、いろんな人と交流するきっかけになったりとかっていうのもすごい面白いですね。で、楽しんでます。なるほど、うん、私ね、お二人と話してたらやはりムズムズしてきてしまって申し訳ないんですけど、あのせっかくなのでオンラインでお二人と対戦していただくことよろしいですかね、はい、お願いしてもいいですか。やりましょう、はい、お願いします。ハネジン、ハイタリ選手、モモチ選手、そして歌広場純による三つどもえ戦。まずはこの二人による対戦です。ここでね、ハイタニさんを倒すことによって、こうゆうすけ達也純っていう番組が始まる可能性ありますからね。これはワンチャンあるから、いいところをちょっと見せたいなと思いました。ゆうすけ達也だったら負けた後ちょっとごねれるんですけど、今回ちょっとこっちではしっかりね、プロゲーマーとして実力を見せたいんで、ちょっと頑張りたいと思います。歌広場さんがあの新竜拳を選択してるんですね、 V トリガー。おー、新竜拳。新竜拳がなかなか合気的にはあの波動拳が打ちづらくなるので、ちょっとそこが試合のポイントかなと思います。飛び道具対策を持ってきた歌広場純、対する灰谷は合気じっくりとした地上戦。まず先手はどちらになるか。うまい。ターゲットコンボ確認から竜巻、一気に画面下。歌広場がリードか。いや、ここでタッシュパンチからの関谷豪勝派で押し返していくのはハイタニ。お互いにゲージは1本溜まっています。うまいと差し返した。タッチ強パンチから走って竜巻昇竜、画面足入れ替えない。表、これは一気に逃げるか。3まで持ち込んだ。1ラウンド目、歌広場で圧倒。大きな強みである V トリガーを使わせることなく倒し切りました。これ理想的ですね。理想的な勝ち方、見事。そして上から、しかも EX 空中竜巻からのかなりヘルコンボで一気に画面下。ハイタニは防戦一方、画面下から脱出したいところ。しかし先ほどそれをおっとミスになっている。そこをしっかりとターゲットコンボと爆発2連画面足カウンター。
さあ、あとワンチャンス。ハイタニどうする、ゲージワード投げを誘う、抜ける、しかし波動発動、なんとか耐えたか。強化昇竜を置き攻めに持ち込む。竜巻入れ替えて投げるのはハイタニ。これ残空がね、使いづらいんですよね。神竜拳で抜けられるので、はい、神竜拳がある。あっとミスになっちまった。これはロイカ最大のお仕置き。ゲージも全て使って、関や空裂は残りますが、あと投げというところまで来た。投げ抜けを誘った後ろ下がり、ハイタニ一つのミスから大逆転。神竜拳のミスが響いたか。しかしゲージ差はかなりあるぞ。ゲージ3本、まず1本使っていくのは歌広場潤。そして走ってプレッシャーをかけていきます。ダイヤシータッチューキックの空振りを捉えた。ここは距離が取れず中足が一緒になっている。上からの攻め、落とすことはできませんでした。 EX 空中竜巻からのこのコンボ、波動拳、これ今昇竜拳でしょう。どうなる、プレッシャーダッシュ、これで通る。ムイリバーサル飛び道具抜けて投げていく。かなりリードしているのは歌広場。しかしダイヤシャツをで、プレッシャーバックステップ、上から突っ込んでいる。後ろに投げたのハイタニ、一気にピンチ。ここでゲージが溜まった。神竜拳もある。ハイタニは攻めづらいか。まず波動拳、強化波動拳、非常に発生が早いので抜けづらい。中足波動拳、神竜ゲージがある。キープスターのキー、じゃあユウスケ立ちやつ、マジで、はい、勝者歌広場潤きた。ありがとうございます。成長してるところをハイタニさんに見せられて本当嬉しいです。ありがとうございます。2ラウンド目の時点でもう、あ、負けたと思ったんですけど、運よく取れたんで自力で盛り返すかと思ったんですけど、その自力も普通に最後負けてたっていう感じでした。ありがとうございました。続いて歌広場は勢いそのままに桃地選手に挑みます。2連勝なるか。先ほどの試合を見ていただいて分かる通り、来週からユースケ達也潤が始まってもおかしくないと思っておりますので、これはここで桃地さんに勝ってちょっと考えていただきたいなと。ユースケ達也潤じゃなくてユースケ潤で全然 OK なんでユースケ潤でぜひやりたいなと思いますね。ただこれ負けてしまうと、あのユースケ潤がもう潤になってしまうんで、あの勝ってなんとか2人でね番組できるように頑張りたいと思います。それでは準備をして試合を始めてください。ケツが新キャラクターなんでね、はい、うん、どれぐらい対策できてるかっていうところありますよね。しかもコセスはやっぱりこのバージョンすごく評価が高いですよね。いや、そうですね、最強キャラの一角と言われてますね、うん、さあ始まりました。ワンピー側は歌広場潤の剣、対するツーピー側桃地の緑色のセス。まずは画面中央、セスは中近距離戦での火力が非常に優れている。対する剣としてはやはり相手を画面足に追い詰めたいところ。かなり中距離での差し合い、少しずつ桃地がリードを取っているか。画面足が近づいてきました。おっと、出し切ってしまったところ、しっかりしゃがみ中パンチから非常に手痛いお仕置きが待っていました。桃地がチャンスをつかむが、もうここでゲージを使って無敵技切り返して位置を入れ替えていくのは歌広場。キャンセルから投げ、追いついてきたぞ。さらに投げ、この後はどうする。画面下、あっ、新竜拳ミスになったところをしっかりと、やばい、どこまで行く。エカトンゲージを使って発動、ゲージは1本で、いや2本、さらにマックスピン。1回ミスっただけじゃん。1回のミスが命取りです。さあこれで桃地が1試合目1ラウンド目を取りました。ゲージ差はかなりある。ゲージが余っているとやはりこれ上から行きたくなるところ、入れ替わることに成功。一気に歌広場のチャンスが来ました。画面端、ここから出さずに倒したいところ。クラッシュカウンター、生竜巻、投げ抜きを取ってしっかり爆発にスターまで行かないぞ。これはかなり大きい。しかしここで無敵技打ってくる。さらにガードの上からでもゲージを溜めるような動きから V トリガーターンでイグニッション。ここからの火力はとんでもないぞ。置き攻めに持ち込む。チャミチューマチ暴れてゲージを使っていきたいところ。そうですね、使っていく。ブレーン炎天脚、セスはかなり体力が少ないですよ。どうだ、神様、セスの体力925、体力少ないですから、なんとか倒していくことに成功。しかしここで桃地のゲージは2本。ただまあセスはやっぱりゲージ当てながら使いたいところですよね。そうですね、ゲージは結構有利ですね。でもセスが、うん、入れ替える。一気にもうチャンス。しかしジャッケンから走り投げを抜けるのは桃地。そしてこのアナイアレートソード、上からの、まあ、かかと落としてる。これは非常に強力。
しゃがみ中町からテカトン非常長い牽制、いやー、EX 竜巻を潰した。表にいる、当たっている。もちろんゲージは3本全てあるぞ。となるとそろそろ歌広場の体力は心もとない状況になっている。お足から投げプレッシャーをかけていきます。歌広場のね V ゲージがもうそろそろ溜まりますから、これを生かしたいところ。かなりじっくりとした中距離戦。ももちはワンチャンスを狙っているか、ダッシュで前に来る、投げて、これでかなり、あーしゃがみキョンキック、丹田ディストーション、どこまで非常にダメージが高いクリティカルアーツです。倒しきった、残念、勝者ももち。もともとすごい攻めは上手いプレイヤーだったんですけど、立ち回り、攻める以外の結構他の部分の連動もすごい上がってたんで、かなりやりづらかった部分あるんですけど、まあ最後は意地を見せましたね、はい。1ラウンド取れたところでとりあえずは成長を見てもらえたのがいい逆転でしたよ。三つどもえ戦、最後は桃地選手と灰谷選手の対戦です。ここで勝てばもう全部チャラになると思うんで、ちょっと全力で叩きのめしたいと思います、はい。結構一緒にチーム組むことが多くて、あんまり戦う機会が実はそんなないんで、いい機会なんで勝たせてもらおうと思います。さあ始まる 1P 側がモモチノセス、対する 2P 側ハイタニがララを出してきました。おお、さあどうなるか。まずは接近戦、ララは1回相手に接近したとの、まあ、爆発力ですね、これが非常に高いものがある。そして先ほどモモチが見せたこのしゃがみ強パンチによる反撃でですね、飛び道具をくぐりながら攻撃してしまいます。表投げているのはももち、上から、そしてアナイライトソード、これもかなり落としづらいぞ。シューキックからウィートリガーを発動して攻めに転ずるのは灰谷、中段クラッシュカウンター。さあももちの体力が減ってきた、さらに攻め込んでいきます。クラップクラップクラップ、相打ちを受け、しかしストレートから発動して有利な状況を作るのはももち。ゲージも3本、何が当たればハイタニ体力を消し飛ばすだけの火力は持っています。ハイタニもじっくり、そろそろタイマーがなくなるぞ。ここはタイマーがなくなったハイタニ、対してももちの V トリガーはまだ半分しかタイマーが削れておりません。時間も減ってきた、かなりびっくりとした展開。怖いよ、まるできない。あっとトルネードディアスターゲージを一本、なんと一本で倒しきれるというこの判断、素晴らしいものがある。強ディアスターヒット確認からスピンペンデュラルにつないだというこの桃地の素晴らしい判断。ラウンドを先行したの桃地、そして画面足の攻め非常に強力です。プレッシャーカウンター、痛い、ゲージを使ってオラオラしてから置き攻め、うわー補正切り、スタン間際で残して、さらにコボが入ります。届いた、マッドクレイドル、なんということでしょう、パーフェクト KO 勝者ももち、強い。1ラウンド目がかなりきつい内容で、まあ、そこを取れたのが勝因でしたね、まあ、また長期戦やりたいですね、ハイタニとは、はい。まあ、ララがすごい爆発力が高いキャラクターで、セツが防御力が低いキャラクターだったんですけど、ちょっと良さが出す前にちょっと抑え込まれちゃいましたね、うんうん、はい、ありがとうございます。カネジン初級者いつかの格ゲー修行、格ゲーレッスン。今週の格ゲーレッスンは灰谷先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。お願いします。今回初の試みとして、これからいつかちゃんはランクマッチを行うそれを我々見て、まあそのどういったあたりがっていうところをこうアドバイスしていただくという形に。リモートだからね、ちょうどいいですね、うんうんうん、いやそうなんですよね、緊張しちゃうけど頑張ります。いいな、人のランクマッチってなんでこんなにワクワクするんだろうお、来ましたよ、対戦相手。さあぶつかってますね。 お相手は影だ。影ですか、うん、これはいつかちゃん経験、対戦経験あんまないんじゃないかな。はい、見ていきましょう。ポッチを乱せようとしてきてんじゃん、相手。落ちている。あ、コンボミスからのチャンス。お、相手打ってくるね。もうね、そういうプレイヤー大好きなんですよ。
コンボうまい。コンボしっかり。置き攻めのヘッドバットいいね。リーチ生かしてますね。飛びも通して。対空しっかり。相手困ってるもんね、やっぱ。いや、これ、怖いな、これ、マジで。発動させない。いつかちゃん、ちょっと、やっぱ、このゲームに適応してるよね。キャラクターの動きにも。お、ナイス。あ、なるほど、早すぎたけど。いや、狙いはいい。狙いはすごい。相手もビビってるよ。ちゃんと、前に歩いてるのがいいですね。コンボがうまいよ。プレッシャーをちゃんと与えてるのが。ここで詰めすぎないもん。強いよ。ありがとうございます。試合中も話したんですけど、やっぱその自分から歩いて攻めに出るのがすごい良くて、あの垂直ジャンプで相手の V スキルをかわしたりとか、あれって狙ってやりました？いや、狙ってはないです。なんかしてきそうだったんで、本当は前に飛ぼうと思ったんだけど、相手がなんかおーってなってたんで、垂直に、はいはいはい、影とかはあの突進技から V トリガーを発動したいんで、影に対してあそこで垂直ジャンプするっていうのはめちゃくちゃ有効で、もしかしていつかちゃんってあの相手のトリガーの発動するルートとかって知らないの結構あるんじゃない？知らないです、うんうん、ザンギフがその V トリガー発動した時に結構ダイパンをこう振りたくなるじゃないですか。ダイパンから発動が強いから、そういう行動がいろんなキャラそれぞれ持ってて、発動するためにこれやってくるぞみたいなのが結構把握できてると勝率上がりますね、やっぱり。へえ、そうなんだ。それぞれのキャラにその V トリガー発動前のなんかやりたくなる行動があるっていうのを覚えておきます、うん、その次の積み重ねが多分キャラ対策をするってことだと思うんで、うん、まず影のキャラ対策の一つとして、影が V トリガー溜まったらちょっと垂直ジャンプを多めにしてみようかなみたいな。なるほど、わかりました。がいいと思いました。はい、はい、了解です。ありがとうございます。はい、カメジン、さて本日も閉店のお時間となりました。いつかちゃんいかがだったでしょうか？お久しぶりにお二人ともに会えてすごい幸せでした。楽しい対戦もありがとうございました。やっぱり2021年もストリートファイターなんだなと改めて思いました。こうしてまた戦えてすごい嬉しかったんで、今年も頑張ろうと改めて思いました。今回はなんかその普段のゆうたすとかじゃ話さないようなちょっとこっぱ恥ずかしいようなことも話しつつ、ふたひろばさんとも本当対戦できてめちゃくちゃ強かったんで、ちょっと僕も今度リベンジさせてもらう立場で挑んでいきたいと思います。結構なんか真面目な話結構しちゃったなっていう感じで、真面目なことを今回話せてね、いい機会になったなと思うんで楽しかったです。はい、はい、ありがとうございました。はい、ということで、今夜の格ゲ喫茶ハメジュン、ゲストは灰谷選手と桃地選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回は大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル、ザクレイ選手、プロトバラム選手がご来店、お楽しみに。